どうもおはようございます。フジナッツケンでございます。さあ、今日はですね、広告で見かけた進撃アタックというゲームをやっていこうと思います。おーおお、すごい。あ、いきなりアクションゲームじゃなくて、なるほど、これ街発展させていくパターンっぽいですね。なるほど、ダイヤ集めてみたいな。はい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 。あー、でここに入ると、あー、なるほど、巨人を倒すゲームね。いや、斬新なゲームだなと思ってね、広告で見たんですけどね、なんかあの巨人を倒す、感じだったんですよ。このお洋服もね、なんかこう いい感じ、斬新だなっていうね。なるほど、壁タッチすると、いや、でも壁登れるんかい。吸盤ついとんかこいつ、足の裏。あー、で、あ、なるほど、巨人の弱点うなじなんですね。大体の生物ってこう目が弱点だったりするんですけど、目とか顔面ね。斬新ですね、うなじが弱点。はいはいはい、おい。あ、でうなじに行くと勝手に攻撃してくれますよと。いやー、これは斬新なゲームですね。人間が巨人を倒すゲームね。これはちょっと思いつかなかったですね。そしてうなじが弱点というのもね。で、この なんでしょうね、プシュンってこうワイヤー飛ばすみたいな、これもまた爽快感があっていいですよね。この剣もね、あの一刀流じゃないもんね、ちゃんともう二刀流でね、よくわからん、こうカッターナイフみたいな、こんな剣を使って、あとこれ後ろに回り込まんとダメですよと。で、吸盤でもうっとうしい、もう張り付くな、張り付くな、これ地面ぶつかるぞ、これ。どういう状態や。OK、まあ、とりあえずうなじタップするだけのゲームですね。OK、おい、広告、ちょ待って、ステージ終わりで広告とかあったやろ。ステージ途中の巨人一体目撃破で、ほんで広告でも巨人がおるよ。電車飛ばして巨人の女にぶつかっていったけど、巨人つながりでこれ出たのかな、この広告が。 OKOK、 まあ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 、どんなゲームか分かった、とにかくまあ巨人を駆逐していきましょうねっていう、そういうことですね。駆逐してやるですね。はい、まあ、塔のてっぺんからならば、うなじが、あー、意外とうなじの角度が、あー、オッケー、あ、意外とうなじ判定広いですね。でけえ、あいつ。あいつ、でけえですね。なるほど。30メーター級巨人ですね、これね。はいはいはい。おー、いやー、もう、広告が、ちょ、待って。イカゲームの赤い方になるってこと？あ、やばい。ちょっと、面白そう。面白そうでしかないですね。よし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 。とりあえず、ま、あー、なるほど、最初に捕まってたやつはステージクリアしたら仲間できるよっていう。あ、仲間でもねえのか、村人、村人な感じですね。村人に果たして意味があるのかっていう、最初主人公だけやったんかな。あー、でも建設できますね。あー、時間かかるのか、そして広告出るのか、ちょっと鬱陶しいんで、あー、鬱陶しいんでとかじゃなくて、あの僕飛行機に乗ってたんで、ちょっとごめんなさい、機内モードで遊んでいきますけど、あの広告見ないようにするとかそういうことではないです。あの飛行機に乗ってるんで、マナーとしてちょっと、はい、機内モードでちょっとするの忘れてましたね、ごめんなさいね。これなんだろうか、巨人が捕まっとる、巨人が捕まってますね。あー、もうダイヤなくなりましたね。なるほど、だからまあ街発展させながら、ただ時間かかるんだね、街を発展させるのはね。まあいいや、まあ時間潰しがてらちょっと巨人を、駆逐しまくろうと思います。ちょっとなんか敵が弱いんすよね。ステージクリアすること、なんか新しいボスみたいなのが出てくるんですけど、赤い巨人出てきても別に動き何にも変わらんかったから、なんかうーんって感じですね。まあ街張って、あ、ちょっと待って、あ、俯瞰で見れる、ちゃんと壁の中なんですね。だからもう志願しなく的なノリですよね。まあ例えばね、うん、例えばよ。このゲームは原作があるわけでも何でもないので、なんかちょっとね、僕が好きな漫画に似てるなっていう感じはちょっとだけしてるんですけど、なんかこう立体起動装置感もあるし、ちょっとエレンというよりはリヴァイ兵長っぽいけどね。まあちょっと、まあ僕の好きな漫画、ちょっとごめんなさいね、みんなにはちょっと全く伝わらないと思いますけど、そういう漫画があるんですよ。で、壁小さくねっていう、3メートル級巨人だったらよじ登れるぐらいの壁の中に生きてるんで、どうなんだっていう、ちょっとそれはありますけどね。はいはいはい。あ、だから捕虜が結構ちょこちょこいるから、それ助けるとダメだよな。あ、緑いますね。新種の緑が見つかりました。ただ、漏れなく一発なんだよな。攻撃力とかの概念があるっぽいんだけれども、とりあえず一発なんですよね。なんか
難易度がこのままやとクソゲー感が否めないんですけど、いやー上がれないのよね。巨人でどんどんスパスパ上に上がりたいんですけど、まあ、その点ではリヴァイ兵長じゃないかなと。まあリヴァイ兵長っていうのはごめんなさい、僕は大好きなちょっとマイナーな漫画があるんですけど、それにちょっとこのゲーム似てるなってちょっとなんとなくね、ごめんなさいね、僕がちょっと勝手に紐付けしちゃってるんで、なんか似てるなっていう。おお、もう10分経ってるわ。完成しました。オフライン報酬、このクソさ加減だったらあの技が使えそうな気がするが、まあとりあえずちょっと捕虜を5人助けたらなんか家が建設できるっぽかったんで、家がっていうとねなんかちょっとエレンっぽかったりもするんですけど、そういうダジャレのつもりもなく、家がまあ、建設できますよみたいな、もうどうでもいいわ、もうちょっと進めます。はいはいはい、とりあえず捕虜6人仲間にしたので、これでなんかいろいろできるんじゃねえかなと。はあはあ、なるほど、巨人研究所って図鑑かただのなんかこれでこっち側が巨人になれたりすんのかなとかちょっとワクワクしてたんですけど、ただの図鑑癖ですね。ほんで文字ちっちゃくて読みづれ、めちゃくちゃ文字小さくない？もうちょいでかくてもいいと思うんですけど、ただこれナンバー4以降、あ結構、いや一番下のやつ手2本あるね。あれまでは確実に解放しよう。で、マルチプレイ、マルチプレイレベル100までいかんといかんの？レベル100までいくとどうやらこのゲームマルチプレイができるそうです。だから何人かでね、だから調査兵団的なノリでなんか一緒に、すげえのと戦えるのかな。ミッションも解放されましたね。なるほど。あ、ここから外出て、でこれで建設できるのか。家建てたら何なんだろうか。家はいいけど、いやつうかさ、開発中のもの多いぞ。残念ながらこのゲーム開発中のものがやたら多い。ああちょっと待って、5人で建てれたのに10人必要。マウントってなんだよ。はい、まあ成功法でだいぶ遊んで今こんな感じの街になりました。まだ家全然建たないですけど、捕虜をねどんどん解放しないと、なかなかこう家が建っていかないので、ちょっとですね裏技、まあ裏技っつうかね、ちょっとまあ時計を進めてみようと思います。これで明日にしてみるとどうなるのかなっていうね、まあまあそんだけのお話を、それをちょっと、あれどこだ、これね、はいはい、ちょっとオープンして、これでオフライン報酬がもらえるのかどうなのか、もらえますね、普通にもらえますね。 OK、これが分かったんで、ちょっとこれ繰り返しながらで、オフライン報酬で家を建てるとね、なんか知らんけど1日で1人ずつ増えていくんですよ、人間が。なのですごいよね、人間の繁殖能力ってすごいよね。なので家が建てば建つほど1日あたりの人間の増える数が増えるんで、これ繰り返してちょっと街をね、栄えさせる方向にちょっとシフトしてちょっとやっていきます。よしよしよし、これでもうだいぶ、オフライン報酬で、毎ターン40人とか増えるんで、建てられるものはほとんど建てて、で家のレベルっていうのもなんか存在してて、家のレベル2にすると、1日あたり2人増えるぞというような感じなので、まあ、全建設が、もう間もなく終わるぞっていう感じですね。これもう全部いけましたね。これで全部レベル2の家は、建設できたかと思われます。これでもあとは心置きなく、巨人を駆逐していくだけですね。新しい巨人をちょっと見るために、頑張っていこうかなと思います。ステージがどうやらループしてます。現在50クリアしましたけれども、巨人の種類がまあ結構いて、で書いてね、巨人の種類結構いて、まあ、どこに誰が配置されてるかとかは毎回ちょっと変わるんですけど、まあ、ステージ自体は完全にループしてます。で、今までだとね、次がレベル50で解放だよって言って、今ゼロだな解放したんですけど、ハテナハテナが書いてないんで、100で解放されるのかどうなのかですね、ちょっと分かんないですね。もしかしたら実装されてねえ可能性がある。はい、現在9倍速でお届けしております。これご覧いただくとお分かりいただけるだろうか。全巨人ですね、いろんな種類はいるんですけれども、全員、動きが全く一緒です。なのでですね、巨人を見つけたらうなじをタップする、もうそんだけのゲームですね。これはもう本当に子供の教育には悪いけど、子供向けのゲームな感じでした。結構100までやるの退屈でした。
はい、ステージ100クリアしたんで、マルチプレイとかがアンロックされたかと思われます。ああ、これ飛行機乗ってたらできねえのか。マジマルチプレイってこと？ね、でこのハテナのやつが100でもアンロックされなかったんで、高確率でまだ多分実装されてないんじゃないかなっていうような感じですね。これでお店も開発中なんよな。本当にだから、開発中がねマジで多いんですよ。これもなんか開発中でしょ。ボーナスが開発中っていうね、ボーナスぐらいくれよってちょっと思っちゃいますけどね。あとはあこれおマルチプレイ、ちょっと待って、さっきマルチプレイ空いてたけどこっちのマルチプレイは何なんだろうか。まあまあいいや、ちょっとあの飛行機ちょうど今目的地着いたところなんで、ポーション、まあまあまあいろんなもの開発中ですけど、いやでもこっからなんか調査兵団編、ああ何ガチオンライン感、マジでどういう状態、キルザモスト、どういうこと。あーちょっとまあ全然わからん、普通のなんかエキストラ、あーちょっとおあーちょっとね、いたなるほど、シャイこれリード、とりあえずもう俺分かってるから、もう俺レベル100までやっとんやぞと。まあまあ相手もやっとるんかもしれんけど、あれもうあの強引にね前からでもいけるんすよ。もう俺はずっとタイムアタックやと思ってこのゲームをやり込んできとるんじゃい、ドスーン。で巨人の数13人とすると7体目を切った時点で俺の勝ちだぞ。あーまだ終わらない、とりあえず終わらんのな。いやーしかしながらちょっと面白い、これ相手マジかな、ガチかな。これがガチモードであれば普通に面白ゲームですね。ただこんなクソゲーをレベル100までやってる人がそんなにいっぱいいるとは思えんのよね。マルチに入って、ああ広告ね、ここでさ俺がファイト押すでしょ、でほらもうすぐマッチングするやん。こんなことないでしょ。このゲームがめちゃくちゃ人気ゲーム、いやまあなあ、あの漫画に似てるから人気ゲームじゃないとは言い切れないが、少なくともねあの退屈なステージ100までをねこんなサクサクマッチングするほど人がやってるとは思えんのよ。いるね、なーい俺の勝ち、前から回る技術は俺は負けやせんよと。俺はお前同じやつ狙っとるけど俺の早いわ、もう余裕でしょ、これもう前からいけるからね。なんだったらあの首からでも貫通してうなじいけるからね、どんだけお前言っとくよ、お前2時間ぐらいぶっ通しで、あるぜもう負けませんわ。ふざけんな、負けるかよ。とりあえずちょっと7連勝ぐらいして多分ですけどボットですね、わからん、僕がただ強かっただけだったらなんか申し訳ない、でも多分ボットです、弱すぎる相手が、っていう感じで、あの勝ってもらえるのはこのダイヤと人の数なんですよ。すごいですよね、あの勝負で勝ったら人がもらえるっていうね。で人の数でこういうランクが決まってるよみたいな感じなんですけど、あんな戦いせずとも時計回したらバンバン人増えるんで、まあ破綻はしてますね。ということで、ただマルチプレイの仕組みは普通に面白いんで、これ流行ったらね、あのなんかオンラインでマジで友達とやれるとかなると、テンション上がるので、ちょっと消さずにね、このまま終わろうかなと思います。まあゲームとしてあの10分ぐらいは楽しいし、マルチプレイが最初から開放されてればあの本当に競技としては楽しいと思うので、ぜひともね皆さんダウンロードして遊んでいただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。